僕の頭でくっつく。
く耳元で目を閉じてきっと奇跡に変わる新たな小さなところでなかなかなった世界は回る新たな僕の肌で靴底から奇跡あふれ出す小さな肌で世界は回る僕の肌で靴底から奇跡あふれ出すこの想いを忘れないでこの想いを忘れないで生きる時もダメな今日も泣ける時も沈む今日もフレからといろんなところから来ました東吉野フレですね。D マキと申します。で、トリさんは、初めましてなんですけれども、なんでちょっとD マキがどういったものなのかっていうのをですねちょっと説明させていただきます。間違えたら言ってもらって。わかりましたわかりましたが急に低音になってくる。わかりましたチェックするが、はい、まずは、D マキの名前なんですけれども、私がドイラという名前なので、頭文字を取っていて、で、マキちゃん、マキちゃんって呼ばれてます。はい、そうなんです。なので、略しじゃないですけど、ね、そうですね。それで D マキ。ただくっつけただけ。くっつけただけの D マキという。そう。ね。で、やってる曲なんですけど、オリジナル、自分たちでですね、曲を作ってやってます。で、今日ね、僕はチラシの中に、割とアコースティックなロックってそう書いたんですけど、ちょっと今回の選曲が全然そんなこともなく、割と静かめ、割とそのライブとかをねさせていただくときに皆さん私の方に連絡をいつも入れてくださるんですよね。で今回太田さんが彼の方に連絡を入れてくださってぜひっていうことだったんで、もうすごいワクワクして来させていただきました。で全てをね任せてたんですけど、フライヤーが出来上がってアコースティックなロックどこら辺がロックなのかと思いながらね、内々にですね燃えるものがあるので、静かにやりながらも燃えてます。でもう一つね、さっきの山中彩奈さんと彼と3人のユニットで D プラスっていうのがあるんですけど、そっちはね割とねロック寄りなんで、まあ間違うとんじゃないか今日逆じゃないかと思いながらあいらんこって思いながらね割とねやってきました。そんな感じですね、はい、割とゆるくやってるんですね。あんまり聞き耳を立てないように BGM 程度に聞いていただければすごい。みんなが気をつけして聞いとるけどちょっとどうしようと思ってもうちょっとリラックス、ね、ちょっと今変な汗かいてるんですね。みんなそうそう、そうですね。でゆったり聞いていただくのに次もゆったりの曲しかないんかいぐらい今日はそんな曲ばっかりで申し訳ないですけど、はい、止んでますね。で次は今日ちょっと雨が降ってましたけど今もう止んでます。止んでるかな。でそう雨をねここから降らしながら次の曲へ行っても大丈夫かな、ね、
この、なんていう楽器なんですか。これレインスティックって言うんですよね。ただ歌詞上雨とあまり関係ない。雨全然出てこない。次の曲はですね、最近ちょっと作りました、ね、レシピ。内容的にはまあとりあえず今日ってなんでできているみたいな一体そんな曖昧な曲です。最後の曲です。こんな感じで。
何ですかこれ、これあの山田カーニャシステム。そうそうそう山田カーニャの いろんなシステムを生まれてくれる。割といろんなシステムを作ってくれる。そうそうそう、はい、ありがとうございます。まあ、こんな感じで僕らちょっとやらせていただいてます。またよかったらまた読んでいただければ僕のところに飛んでいきますし、頑張って演奏しますので、また、こういう機会があってやっていただけたらなと思います。で今日、まあ、今聞いてくださって、大変ありがとうございます。じゃあ最後の曲です。最後は千という曲です。この曲は、人と人とのつながりを、まあ、直線でも曲線でもいいじゃないか、つながっていればっていう曲です。今日はどうもありがとうございました。さだき元気な曲です。Yeah.
もありがとうございました。割と考えてなくて、突然来られるとですね、僕たち焦ります。割と決まったことを決まったようにやるっていうのが、リーマキのポリシーなので。あれでも、来たらどうするって、しかも一昨日、いや、ないじゃろうって言いながら、まあ一応、まあ、って言って、いつもその曲は立ってやるんですけど、立ってもいい。座ってやってもいいんですけど、座ってやると多分いつもと違うってなるんですよ。練習したことを練習したようにしかできなくて、ごめんなさいね。よし、立っちゃうよ。ますって誰も待たせない。そうね、こういう、リハがちゃんとあってっていうライブに実は初めて出させてもらうんですよ。そうですね、そういつもリレーイベントみたいな感じで、たくさんの演者さんがこう順番にバーって出るライブにしか出たことなくって、で自分たちの、ね、企画のライブの時はもちろんやるんですけど、だからすごいなんか嬉しくなっちゃって、そういう時は この子だけで来る、人も多いし荷物もね大変なんで、もうそう嬉しくなっちゃっていっぱい持って来ちゃった。いい、すいませんね、ありがとうございました。本当に今日楽しかったです。最後この二つ。元に戻るよ。すいませんね。じゃあ最後はですね、時々やってるんですけど、鼓動という曲をやらせていただきます。いいですか。今日どうもアコールも今日どうもありがとうございました。
ございます。